センターはここにマイクが小さくあります市長ご紹介しますので、はい、お待ちください。すいません、いつもながら。はい、それでは始めさせていただきたいと思います。皆さん、おはようございます。おはようございます。首都圏外郭放水路特別見学会、並びに西流の川祭り、並びに江戸川かっぱ市、今日の開催を迎えることができました。事前の、天気予報では降水確率 60% なんていう予報でしたが、皆様の思いが通じて見事この快晴でございます。今日はこの首都圏外郭放水路特別見学会、並びに西流の川祭り、そして江戸川かっぱ市、この開会式をまずスタートとして今日の一日を進めさせていただきたいと思います。ちょっとお待ちください。ああ出なかった。ああ、まあそんなこともあります。はい、まあいつも市長にもお付き合いいただいておりますので、今日はこの西流の川祭りの、そして特別展覧会江戸川かっぱ市の開会式にあたりましては、この後セレモニーも続けさせていただきたいと思いますので、お付き合いいただきたいと思います。まずはじめに、会場を主催でございます、協議会からご挨拶をいただきたいと思います。水辺の丘運営協議会の会長であります錦織春夫より皆様にご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。私は晴れ夫という名前でございます。名前の通り今日もね、天気が良くて晴れております。皆さんもご存知の通りね、この外郭放水路ということで、12年前に周りの方のね食事をいたしまして、その今年12年目ということでね、食事された木の方もね、なんとなく充電たんですけども、手入れしていきたいなと思っております。今日は本当にね、市長さんをお迎えしまして、盛大な祭りができればいいかなと思ってますんで、今日一日お付き合いいただきたいと思います。で、周りの方にはね、各杉戸の方からも地元からもね、お店がいっぱい出ておりますんで、美味しいものいっぱい売ってますんでね、ぜひ皆さんの方もね、賞味していただきたいと思います。今日一日お付き合いくださいまし、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。主催を代表しまして、水辺の丘上協議会、会長の錦織晴夫より、皆様にご挨拶を差し上げました。続きまして、当地の主催でもあります春日部市のお市長様からご挨拶いただきたいと思います。石川良三市長、お願いいたします。はい、改めまして皆さん、おはようございます。今日は本当に西流の川祭り、まさに晴天でございまして、どちらかと言いますと、この祭りはイベントは、悪天候が多かったわけでございますけど、所長さんが変わったせいか、素晴らしい天気に恵まれました。本当にイベント日和だなというふうに思っております。もうこれも回数を重ねて、なんと来館者といいますか、見学に訪れた方が今日50万人を、そういった方を迎えるというふうなことになっております。本当にありがたいなと思うと同時に、実はこの外郭放水路、世界に稀に見る、まさに快挙の地下の川でございまして、聖火たるや、これは大きいものがございます。ご承知の方も本当に多いかなというふうに思っておりますけど、中川、あるいは大落とし、古利根川、あふれそうな水を
吸い取り、そしてこの琉球館から江戸川へ流す、このことがありまして、この流域界隈が本当に大きな水害から守っていただいている、そういったものがいよいよストックが高まってまいりました。もうご存知の方も多いというふうに思っておりますけど、イオンあるいはいろいろな商店ができました。そして今まさに東埼玉道路が工事が始まっております。そしてさらには産業団地、そしてさらにはこの道路が高規格道路になるというふうなことで、国の方も重要指定道路としての、価値を高めて、そして活用していこう、この地域を開発していこうというふうな姿勢でございます。一つのこの外郭放水路ができたことによって、それだけの多くのストック効果がある、まさに地域が活性化してくる、これが実は国交省あるいは事業をなす側の大きな目的でありまして、最終的にはその地域あるいは住まっている方々あるいは働いている方々、そこに活力を与えていただける、まさに素晴らしい公共施設であるというふうに確信をしております。ですからゆえに、これからさらにこの地域が大きく発展していく、そういった源を作っていただいているのがこの外郭放水路と言って間違いでないというふうに思っております。今回50万人目の来場者をお迎えします。そしてまたさらに皆さんに見ていただきやすいような価値を見出していただくようなことも考えているというふうなお話でございます。ぜひとも皆さん口から口へ大いにお伝えをいただいて、この外郭放水路の素晴らしさ、価値、そして将来に向けての大きな展望、これを皆さんと共に分かち合いたいなというふうに思っております。そういった意味で今日は素晴らしいイベントになります。心からお祝いを申し上げ、そして皆さんと共に大いに楽しんでまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。ありがとうございました。鳩内春日部市プラスワンのまちづくりを掲げる石川良三市長よりご挨拶をいただきました。続きまして、先ほど市長よりもご紹介がありました晴れを連れてまいりました江戸川河川事務所所長の中村信也様にご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。待ってました。皆さんおはようございます。もう今更ですけれど、首都圏外郭放水路、これこの埼玉県の東部のこのエリアを水害から守るために整備されました治水施設です。で埼玉県の東部エリアにはですね、春日部市さんをはじめといたしまして、松伏町さんとかですね、吉川市で、越谷市、草加市、全部で25の市と町があります。でその中に約350万人の人々が暮らしております。でその人々を守るために、私たち国土交通省は埼玉県さん、そして流域の椎間市さんと協力いたしまして、河川の整備のほかにですね、降った雨をその場で貯める調節池、そして住民の方々の協力を得まして、地下に浸透させる地下浸透施設、このような施設を整備するという総合治水対策というのを実施しております。今日は皆様にはですね、ぜひこの外郭放水路の機能だけではなく、治水のその必要性についても知っていただきたいと、そういうふうに願っております。終わりになりますけれど、調圧水槽に行くには116段の階段あります。足元もそんなに良いことはありません。で、野外の活動にもなりますので、ぜひ怪我などしないように気をつけていただきまして、本日が皆様方にとりまして本当に良い思い出の一日になることを記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。それではよろしくお願いします。日本一
ありがとうございました。日本一の挨拶をいただきました国土交通省江戸川河川事務所所長の中村信也様でした。ありがとうございます。それでは先ほど市長よりもお話がありました、この琉球館が開館して15年が経過しました。そして琉球館の来場者は年々増加しており、昭和消防署が担当事務局となっておりますこのさゆりの会祭り当日に琉球館来場者がなんと50万人目を突破する見込みというふうになりました。見込みというか50万人目を突破したということでございますので、今日はこの式典記念セレモニーをさせていただきたいと思いますので、このままお付き合いいただきたいというふうに思います。琉球館来場者50万人目を記念しまして、今日は達成の認定証の授与及び記念品の贈呈式を行いたいと思いますので、それではこれから皆様にご披露させていただきたいと思います。本日の贈呈者は春日部市長の石川良三様にお願いしたいと思いますので、市長前の方にお願いいたします。市の方アテンドお願いいたします。それでは50万人目の記念すべき来館者の方を中央にお招きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。取材陣の方は氏名、顔等はですね、後ほどご本人にご確認いただいて取ってもいいんですけれども、その後掲載等はご判断いただきたいというふうに思います。琉球館50万人目記念式典の記念すべき達成者は宮崎優斗さん、小学校2年生です。はい、おめでとうございます。今日はね、お父さんの直美さんと一緒に、ご来館をいただきました。それでは石川市長より、認定証の授与をお願いしたいと思います。市長お願いいたします。じゃあカメラの関係でこっちに。ありがとうございます。はい、はい、それでは琉球館来館者認定証、宮崎優斗様、あなたは琉球館の50万人目の入館者となりましたことを証明します。平成30年11月17日、春日部市長石川良三。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そして景品がございます。はい、記念品はですね、大凧のミニチュア、クレヨンしんちゃんの絵はがきセット、さらに春日部市の歌、心の空の CD、さらにオリジナルのプロシャツでございますので、はい、まずは大凧から、はいはい、これが春日部市から、はい、大凧のミニチュアでございます。そしてクレヨンしんちゃんの絵はがきセットと春日部の歌、心の空 CD です。はい、お父さんも来てよかったですね。いっぱい載ってます、ね。はい、国の方からはこれ国交省からだと、すごい、防災地、この、これが T シャツになるかと思います。はい、ご愛用ください。はい、それでは引き続き記念撮影を行いますので、ゆるキャラ中央に来れますか？大丈夫ですか？ちょっと足元もしあればアテンドしてください。ちょっとマイクのみんなのいるあたり、はい、そこら辺に集まってもらってください。ゆるキャラ並んで、市長と、所長と会長と、あと来場者の優斗君とお父さんと、はい、記念撮影、ゆるキャラの前あたりに入ってくれると嬉しいな。はい、ゆるキャラ1列に、ね、はい、見えないからね。見えないよ、こっち。はい、ゆるキャラの前に入っていただけると嬉しいです。ゆるキャラバックに振りましょう。はい、はい、記念撮影しますので真ん中入ってください。江戸さん、もう50万人目でもう決まった時点で撮影大丈夫なんですよね、今更ですけど。ナミさん OK ですかね。はい、バンバン出してください。はい、それでは記念撮影お願いいたします。すいません、目線お願いします。 ありがとうございます。世界に配信された世界です。すごいね、いい思い出だ。そうですね、ちょっと早くなると。
ね、いい思い出だわ。まだ飲み気がいいね。そうよ。元気でね。あと7、8年は。はい、皆さん目線大丈夫ですか？目線いただけましたか？かわいい顔してるわ。いいですか？よろしいですか？はい。お父さん、お父さん、はい。はい、ありがとうございました。もう一度沖縄拍手お願いいたします。50万人目の記念すべき、来場者の皆様でした。はい、伊藤さん、直美さん、ありがとうございました。はい、もし記者各社さん本人へのインタビューを行う場合は、これで、開会式閉じた後に、行わさせていただきますので、ぜひ取材してあげてください。はい、じゃあそれでは、ちょっとバタついていますが師匠はね、お名刺を、はい、ぜひ。師匠から名刺もらえないと、すごい。よかったね。選挙でしかもらえないんだよ。はい、そういうことで、ちょっとバタバタしておりますが、これで開会式の終わりにしたいというふうに思います。今日はこの春日部からゆるキャラがですね、藤田国園、トロリン、小九郎、翔太、はい、あと富士ちゃん、あとそうです、杉戸から杉ぴょん、はい、この5体が来てますので、会場内練り歩いてますので、ぜひ、ね、一緒に記念撮影なんかしていただけるとよろしいかなというふうに思います。それでは、これで開会式の閉じさせていただきたいと思います。ご参列の皆様ありがとうございました。会長指導の席ありがとうございました。それでは、首都圏大学放送の特別見学会並びに、さゆりの川祭り江戸川合併地スタートしたいと思います。本日一日よろしくお願いいたします。イエーイ。